んにちは、ピッチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今日もですね、まあ、続きといえば前の2つの動画の続きになっていくんですけど、ちょっとね、これこそ大事じゃないかなっていうのの、またさらに、ね、ちょっと発展がありました。お伝えしたいことの発展的なことですね。で、前の動画ではですね、ちょっとこの型紙からいくと、こういうふうに分離して本体と蓋が分かれているもの、蓋が分かれているもので作ることの難関があるから、つなげて作るやつにメリットがあって、作りやすいメリットがあるんだけど、出来栄えがちょっと横から見た時にぷっくら膨らんだる出る方がちょっと苦労した方で、で、ひっくり返しをした方ですね。だけど、まあ、ひっくり返しはするんですけどね、もともとね、こういうタイプもともとひっくり返しておいてから板にするんだけど、膨らみがないんですよね、やっぱりそのままペタンとやるから。で、じゃあどっちなのっていう時に、やっぱり両方その使い勝手が、これも決して悪いことはないという話をしたんですけど、ちょっとね、新たなる発見があったんですね。で、今日作ったのは、ほんとね、このようにね、ファンデーションが入るタイプの袋にした、その、どっちかというと蓋が分離されている方ですね。この中に蓋を頑張って入れ込んだんです。でも今回の場合はちょっとここから隅っこから少し合計2センチほどですね、この小さくしてるんですよ、こっちのこれをね、蓋を。だからちょっと隙間が空くんだけど、ファンデーション入れるから別にここから飛び出ることがないから空いててもいいかなっていう感じで、これ作りやすいんですよ、こっちの方がね。だけどこれもね、やり直ししたんです。実はここに入れる分量が、まあ、黒い生地っていうのもあるんですけど、なんかちょっとね、曖昧になっちゃって、このそもそも入れる形を、今後はこっちにこの辺から貼り付けて、まあ、生地の分量増えますんで、歯切れがたくさんいるんですけど、歯切れが余っているようであれば、このやり方でこっからこういうふうにかぶせるやり方でいいんじゃないかなって思ったのが、また次の、こういうものの制作につながるんですけど、今日は入れ込んだやり方でやりましたね。で、この状態でちょっと比べてみたいんですけど、これ今ファンデーション立体的ですよね、この結構厚みありますよね、これを入れましたと。で、それは立体感が出来上がるやり方で作った方に入れましたと。で、もう一つこれはですね、シャドウケースで別の小さいサイズですね、横幅を、これはね、 2.5センチぐらい狭めた横幅で作ったコンパクト、もうちょっとコンパクトになるケースなんですね。ちょっとこういうふうに幅が違いますね。でもね、ぺったんこの作り方ね、例のあれでやったんだけど、どうですかね、これね、別に何ら問題がないっていう感じに思えたんです。それはこの生地が膨れという生地だから、膨れって膨れがポッポコ膨らんでて、膨らんだ生地で作れば、こっちの簡単な方のぺたんこだった作り方も結構膨らむんですよ、それなりに。まあ、これと比べると雲泥の差ですよ。だけど、その入れるものによって作り方を使い分ければいいんだっていうことの発見が、この度のこの投稿の今回のですね、これのポイントになります。だからこっち結構これもね、綺麗なんですよ、これもこれでね。なんか生地によって結構変わっていくなと思うと、ぺたんこのようなあまり膨らみのない生地だと、その袋タイプのこういう手間をかけた方のやり方の方が膨らむっていうことがすごく効果が出るし、まあ、そうじゃないぺたんこでもいいわけですよ。これをかえってね、このね、ここのダボダボに入れると、ダボダボすぎてなんかね、これだけがちょっとやぼったいんですよね。そうじゃなくて、こういう入れ物っていうのはぴったりがいいじゃないですかね。そうすると、やっぱふさわしいサイズってあるんですよね。そうするとあんまり膨らまないことがかえって、こういうぺたんこのようなケースには向いているなと思うと、これはこれで一つあるんです、やっぱりね。そうするとやっぱりように2つとも記録に残しておく、型紙も取っておくよって言ったのは、まあそれ正解な方向に行きそうですね。で、ちょっと思いのほかこれが良かったんで、ちょっとね、こっちは改良していくので、改良してこういうベタっとここから貼り付けるやり方になった時に型紙ご紹介するので、ちょっと今回はこれなしです。で、こっちの型紙をご紹介したいと思います。これはこれで完成品になると思います。ただこれは私が自分のこのシャドウ、このシャドウに合わせたかったから、ぴったりに。なのでこれこの形なんだけど、ここの横幅は変わっていくと思うんだけど、1枚仕立てなので、ここを変えていくだけなんでね、ちょっと応用が効くと思うんで、
その型紙をちょっとねご紹介して終わりことにいたしますね。でこれちょっとごめんなさいね、私ね反対ですわ、これ字の目がこっちの矢印の方向でこの丸をやらなきゃいけないかったから、この矢印ね、この柄が出るときにねこれが重要なんですよ、この矢印の字の目の方向が。なのでこれごめんなさい反対だと思ってもらって、こっちに矢印が来てるっていう風に後で作り変えておくんですけど、んで10、22.5 です、縦はね長めなんです。で横10センチですね。でこれをまあ、昨日の一つ前の動画でご紹介したような作り方で、またおいおい作り方はちょっとご紹介するんで、ざっくり言うと2枚の表地と裏地をそれぞれ用意して、で接着芯貼り付けてマジックテープつけてこういう形に仕立てていくというやり方で作ったのがこれですね。こんな感じになりますね。はい、ということで、はい、今日はこういうものを作ってみました。シャドウケースまで来ましたね。この他ね、いろいろ作りたいのがまだあるんですけど、またちょっと1個飛びます。ここでちょっと一旦コスメケースのこの細かいのちょっと一旦止まって、次回からはバッグの方にねちょっとね投稿を移していくので、その間にこの改良とかの研究をねまたやっていきたいってご紹介できるようにしたいと思います。はい、ありがとうございました。